Sony. それは突然の出来事だった。平成28年4月14日午後9時26分、後に前震と呼ばれることになる揺れは、九州で初の震度7を計測した。初めて経験する大地震にも、社員一人として欠けることなく、無事避難を終えた。驚きの中、それでも互いの無事に安堵した。前震から29時間、史上類を見ない二度目の震度7が熊本を襲った。二度にわたる震度7の揺れは想像を超えた傷跡を熊本テックに与えていた。粉砕した土台、割れた配管、ねじ切れたボルト、大きくたわむエッジ鋼、そのどれもが想像をはるかに超えた現実だった。大きな余震がまだ続く中、それでも現状記録のために事務棟内部に足を踏み入れた。五ヶ四湖の通路では天井が落ち、靴箱や自動販売機までもが倒れ、壁の剥がれが行く手を拒む。落ちた時計は二度目の震度なら本震の発生時刻を指していた。記録撮影をしている間にも地震警報が館内に響き渡り、足がすくむ。3階クリーンルームでは至る所でフープが落ち、ウェハーが散乱していた。6階クリーンルームはさらに無残な状況だった。クリーンルームから外が見えていた。もはや言葉を失うしかなかった。九州人の意地を見せて頑張っていこう、上田社長の言葉で火がついた。5月21日流動再開、鈴木テック長の目標に目指すべきところが見えた。必ず復活してみせる。言葉には出さなくとも全員の思いは一つだった。まだまだ余震が続く中、復旧に向けた BCP 会議が発足した。あれほどクリーン度を管理していたクリーンルームにヘルメットをかぶり私服姿で入室する。無残肉だけ床に散らばるウェハー、無念さを押し殺しながら
丁寧に破片を取り除いていく。震度7の揺れに耐え抜いた製品は個別に密封し、一時クリーンルーム外へ退避させた。一枚でも多く再流動させたい、そう思った。5月21日流動再開に向けた立ち上げは予定を前倒しする勢いで進められ、生産再開を祝うテープカット、もう二度とこのテープに遮られはしない、その思いを込めて皆で立ち入り禁止のテープにハサミを入れた。Sony.